一杯飲んでて。なあ。お？ちょっと下がら。はあ。おお。大きいですって。いらっしゃいませ。ありがとう。Shut up!
あ。おい、そこのお前、大丈夫、そんなことある。おい、こら、あの、助けてください。おい、こら、そっちがその気にさせたんじゃねえか。私知りません。勝手なこと言わないでよ。いいからこっちおいでって。何にもしないんだからさ。嫌です。何を、おい、この野郎、舞ちゃんこっちに渡せよ。口の利き方を教えてやる。なんだよ、そんなんでビビると思ってんのか。消えなさいよ、この酔っ払い。くそ、知るか、ナブス。ありがとうございました。あの親父超しつこくって。あ、私マイって言います。もしよかったら、すぐそこにいいお店があるんです。お礼に一杯おごらせてもらえませんか。美人の誘いは断らないことにしてるんだ。そんな、美人だなんて。でも、よかった。ここ、私の行きつけの店なんです。お兄さんにも気に入ってもらえるといいですけど。私って酔うと男の人に甘えちゃうんですよね。だから気をつけるようにはしてるんですけど。お兄さんみたいな人とだったら安心して飲めちゃうかも。私、男はやっぱり強くなきゃダメだと思うんです。その点
お兄さんは凄みもあるし、ワイルドだし、なんか好きになっちゃいそう。お兄さんは、舞のこと、どう思います？俺に惚れると火傷するぜ。あー、危険な感じ。でも、もう手遅れかも。だってほら、体がこんなにほてってる。先に火をつけたのは、お兄さんの方なんだからね。遠慮しないでね、舞のおごり。乾杯しよう。二人の暑い夜に。今は飲む気分じゃないんだ。え、どうして舞と乾杯してくれないの？お客さん、女の子を泣かしちゃいけねえんじゃねえのか。ここで飲まねえのは男じゃねえな。お願いお兄さん、舞と乾杯しよう。今は飲む気分じゃないんだ。おいお客さん、こっちもボランティアじゃねえんだ。あんた飲みに来たんじゃねえのか。ねえお兄さん、マスターもこう言ってるし、乾杯しよう。飲まないと言ったろ。どうしても飲まないってのかい。睡眠薬入りだな、この水割り。どうしたのお兄さん。客を眠らせてぼってくる。マグロって言ったが、古い手だ。人聞きの悪いこと言うね。この女もグルだ。さっきの酔っ払いもなかなか手が込んでるな。あんまりわけわかんないこと言ってると。なんだってんだ。あんま荒っぽいのは趣味じゃねえんだけどな。構うことねえ、やっちまおう。上等だ。あんたの勝ちだ。もう勘弁してくれ。口ほどにもねえな。はい、あの、詐称ですが、ご迷惑料ということで。こんなもんで勘弁していただけないでしょうか。無理だな。もちろん、これだけじゃありません。お耳寄りな情報がありまして。あの、あるラーメン屋の地下に秘密のカジノがあるんです。出入りの合言葉は、半ちゃんラーメンつゆだく。あとは、店の主人が案内してくれますから。それじゃあ、俺たちはこれで。本当にどうも、すいませんでした。
アイテムあるじゃん。いらっしゃいませ。ありがとう。なあ、あんた張り紙あったろ、使用厳禁。ちゃんと見たか？ちゃんと見とけ。なあ、あんた張り紙あった。じゃあ何されても文句。うっせえろ。
こっちはヤクザに用はねえ。消えろって言ってんだ。公衆便所はみんなのもんだろ。てめえ。はいはい、ええ、そうです。わかりました。どうしていいそうだ。こっちだ。ご案内します、桐生さん。もう身元が割れたのか。サイの河原だぜ、ここは。ボスは地下の一番奥でお待ちしています。どうぞ。いらっしゃい。いらっしゃい。ボスはどうぞ。ねえ。桐生一馬、
出所早々派手にやってるみてえだな。あんたがサイの花や。何の情報が欲しい。登場会の100億、それにユミとミズキって姉妹の情報だ。報酬はいくらかかるんだ。情報を集めるのも金がかかるんだよ。どこにでも俺の手下はいる。キャバ嬢のパンツの色から裏の取引、表沙汰になってない殺しまで、全て俺のところに話が入ってくる。そして俺はその星の数ほどの情報をつなぎ合わせて、客の欲しい正確な情報を提供するんだ。だから俺の情報は高い。わかるよな。今は無理だ。でも時間がない。だろうな。おい、おい。10年前、道島の竜っていや相当なもんだった。俺はヤクザってのが死ぬほど嫌いでな。だが情報屋ってのはとどのつまり覗き趣味でよ。あんたが天下の登場会敵に回して何しでかすか、実のところ興味津々なんだ。それじゃあ。だがただで情報をやったんじゃ他に示しがつかねえ。俺はフェアじゃねえことは嫌いなんだ。つまり仕事をしてもらおう。堂島の竜にしかできねえ仕事をな。地下闘技場か。そうだ。金の使い道思いつかねえ金持ち、血見るのが好きな変態どもがお得意様よ。戦士は殺しても殺されても問題ねえ。ここはサイの河原だ。三途の川もすぐ近くってな。俺にしかできねえ仕事ってのは。3人勝ち抜けば賞金が出る。そいつを手に入れられれば、そいつを情報料としてもらおうじゃねえか。いいか桐生、これからこの先のリングで3人の男と連続。ルールは素手であること以外には特にない。好きに暴れてもらって結構だ。高額な金の代償だ。強いやつとやってもらう。で準備ができたら。じゃあな。準備できたか。おっと、武器か防具を装備しているな。またな。準備できたか。せいぜい観客を。Ready, soon, gentlemen! ここで飛び入りのファイターが登場です。10年前、堂島の竜と恐れられ、自分の組長をその手にかけた仁義なき国王、キルーカンマー。迎え撃つはここまで2人勝ち抜き、帝国第9殺人逃亡犯ダニエル・フェルマン。さあ、時間無制限、ルールなし。
Ha!
飛び入りの気流、快進撃が止まりません。おっと、今次の挑戦者が決まったようです。驚きです。なんと負け知らずのあの男が帰ってきました。過去3年このリングで全勝無敗、ネガスの地下リングチャンピオン、ゲリー・バスターホース。よう、また会ったな。奇遇ですね、キルさん。即死と副上司、お好みは？その日本語、意味分かって使ってんのか？無敵の極道隊、無敗の地下王者、注目の一戦、今、ゴングです。すぐ終わらすね。
その副上司ね。ドゥー！フィニッシュ！フィニッシュ！Yeah!